はい、おはようございます。今日は罠の引き上げです。何が入ってるでしょうか。1個目でない。1個目から、2個目、入ってないね。これもいない。あー、4個目、軽い、いない。いない、いない、いないね。ほら、去年結構取ったからその効果が出てるかもしれないですね。さあ、行きましょう、はい、まずはうーん、入ってないね。あれです、こっち。お、でかい、でかい。あー、大きいね、ほら。おお、これは、これは赤ミミガメです。おお、でかい、ほら、うわ、ほら、こんな大きいね。北アメリカ原産ですね。もう特定外来生物なので、販売することはできませんね。飼育してる方は逃がさないようにしてください。赤ミミガメは特定外来生物、気をつけてください。飼育している個体がね、逃げてしまった場合、それもね、罰則の対象に、ね、なったりもしますので気をつけましょう。あ、血出た。やっぱ爪が鋭い ね、ちょっとかすっただけだけどね。はい、まだまだいますね。はい、2匹取れました。赤ミミガメ、赤ミガメ、クサガメ、アメリカザリガニ、全部外来種ですね。アメリカザリガニ、で、今度これ手前のやつね。手前のはで、あら、ないですね。次はもう一個。ここも前は取りましたけどね。これです、噛みつけます。噛みつきガメはいない、カメ自体入ってないですね。アメリカザリガニ、はい、アメリカザリガニ1匹。ここは入ってない、アメリカザリガニ1匹。アメリカザリガニ、アメリカザリガニ、次はない、入ってないね。よし、
入ってない。もう一個こっちは入ってないね。さあ入ってるかな。お、入ってないか。これは、クサガメね。クサガメです。よいしょ。軽いね。うん。はい。さあ入ってるかな。入ってない。うん、防除の効果が出ているようですね。クサガメ。あ、なんか入ってるね。ほらほら。何かわかる？こっから。赤みがみっぽい。ブー。おー、入った入った、ほら。クサガメ。クサガメですね。逃げまーす。ゼロ。入ってない。これは入ってないね。本当だ。ここで過去にでかいカミツガメ取れたんだけど、今はもういない。いないですね。うん。いいことだけど、あれでも魚取られてるね。本当だ。うん。なんか入って食べて出たんでしょ。はい、じゃあそこの取ってください。はい、ゼロね。はい、アメリカザリガニ1。はい、いたら教えてください。どう？はい、はい、次。入ってない。はい、左の方。木の根元だから、そっちは入りそうだけど。お。入った。おお、クサガメと赤ミミガメ。若い赤ミミガメね、繁殖してるということですね。うん、クサガメいないね。どこも入ってた。いたらいた。
入ってるか。一応入れたいよね。はい。はい、サガメ。はい、なんとか全部外来魚。お、でかい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 草がめ。はい、さ、取れました。餌ほとんど食べてますね。クサガメ、メスです。メスはね、骨化しないので色が明るいですね、比較的で。このクサガメはちょっと赤っぽいね、だから中国産なので取り除きます。よく見るとほら穴が開いてますね。これ標識、過去に私が標識をつけて、で再捕獲をして記録をしてきたクサガメです。私が調査をし始めた時はまだ在来種という位置づけだったので、保護のためにね、クサガメを調査してましたが、今は残念ながら外来種ということになって分かりましたので、取り除く対象になってますね。211番、ね、211番の個体です。懐かしい。211番。いないね。いない。これもいない。いいとこなんだけどな。あー、いるけど赤耳。さあ最後。遠くに投げたやつ。いない、いないね。さあ食べられてますね。近くのやつ、あー入ってるね。でもクサガメどーん。ちょっと向こう行きましょう。さあこれはこの入ってない、ね、残り3つです。こいこい。うわー、いない。ここでカミツガメ去年捕まえたんだけどね。もう全部取っちゃったのかな。さあ残り2つ。ん、なんか重い重い重い泥アメリカザリガニ1匹。最後1個です。入るかな。うわ、重い重いけど入ったけど、クサガメ、クサガメだけですね。あー、これもクサガメ。カミツガメ0です。クサガメ12匹、アカミミガメ4匹。
揺れてる揺れてる。動いてるね。クサガメ。はい、クサガメが取れました。はい、クサガメ、クサガメが3匹、カミツキガメはいないね。ほら、カメ3匹取れましたが、全部外来種です。ね、骨化したクサガメ。オスは高長12センチほどになると徐々に骨化します。おお、カメだね。かわいい、なんか、ね、捨てられたんだろうね。いるいる、ほら。ほら。ちゃん動いてる。動いてるね。めっちゃ動いてる。すごいね、気をつけて。あ、入ってます、入ってます、何かが。全部クサガメだ。うん、あ、石ガメは1匹もいないね。あ、石ガメだと思ったら交雑個体だ。遺伝子汚染起きてますね。石亀っぽく黄色でしょ。でも黄色があって、顔の横に筋があって、それがほら、クサガメの特徴。うわー、交雑個体です。かわいそうだけどね。クサガメは日本石亀と交雑して遺伝子汚染を引き起こします。交雑すると病野の特徴が現れます。さらに異なる特徴が出ることも。交雑個体は繁殖するため野外から取り除かないと遺伝子汚染が進行して日本石亀が絶滅してしまいます。石亀がどんどんいなくなってますね。遺伝子汚染で、ほら 1,2,3,4,5,6,7,8 匹、8匹取れた、9匹取れた。さあ、遺伝子汚染が進んでます。なんとかしたいですね。10年以上前は石亀が取れてますから、今石亀、純粋な石亀が取れていない、交雑のものになっている。これはもう完全に遺伝子汚染ですね。ペットが離されてしまうと遺伝子汚染で石亀がどんどんいなくなってしまいます。解明、カミツキガメは捕獲されませんでした。去年全部ね、取っちゃったのかもしれませんね。それならいいんですけれどもね、また鹿野川に入り込んでくる、ね、この松井川に侵入してくる可能性もありますから、引き続き調査します。頑張ります。
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。